こんにちは、ひかりです。今日もね、相変わらずやってますよ。はい。えー、で、今日ね、あれですね、これ、ババーン。あ、これこれ。ドンキホーテ行ってきました。僕のチャンネルでちょっと珍しいかな。ドンキホーテの購入品紹介をしたいと思います。ドンキホーテもね、おもちゃとか充実してまして、なんかね、いいのあるんですよ。そうそう。あれ ?1 個ない。 一個なくないか。まあ、いいや。あ、買わなかったんだ。あ、買い忘れたのかなまあ、いいや。ホットウィール買ってきました。ババン。これね、最近発売したやつで、発売してね、2日後ぐらいに山田電機行ったらもうなかったんですよ。トーマス。これトーマスなんですよ。ほら。顔、トーマス。これがね、ドンキホーテ4台もありましたね。値段もね、山田電機とはほぼ変わんないぐらいの値段だったかな。 定価よりは安かった。300円よりは安かったかな。トーマス。はい。こんな感じで。なかなか可愛いんだけど、ちょっと尖ったデザインですよね。トミカルだと出なそうな、このギラギラした感じ。ほら。これちょっと面白いですよね。これをまず買いましたと。して、あれ、もう一台ホットール買ったんだけど、ちょっとどっか行っちゃったな。あれ カバンの中に落としたかなカバンの中に入ってるかもしれない。まあ、いいや。でね、食玩コーナーで買ってきましたわ。これ箱の状態悪い。まあ、いいか。ババン。クレヨンしんちゃん判決バージョンの、これ装備なのかな指人形じゃないよね。なんだ、どういうシリーズクレヨンしんちゃんフレンズって書いてあるね。っていうシリーズのしんちゃんお尻ってやつで、最近しんちゃんガチャとかでもよく出てるよね色いろいろね。 まあラインナップこんな感じで、ちゃんとパッケージ見れば何が入ってるかわかるから、まあガチャよりもいいかなっていうんで。まあ300円しないぐらいでしたかね。まあ白とか、まあしんちゃんパジャマとかはちょっと、あ、じゃあレアなやつどれだろう。まあ、落書きしんちゃんとかあんま出ないもんね。あとはね、よく出るかなって感じ。あとパジャマもあんま見ないかな。あとはよくキャラクター化され、フィギュア化されてるんだけど、 まあ、この中で珍しいのは、まあ、これか、これか、これあたりかな。だからまあ、これ買ったんだけど、ワニヤマさんって実際、しんちゃん見てるとね、全然登場しないんですよね。そう。だから、そんなに、これはいらないんだけど、まあ、これとかも欲しいかなってとこかな。意外とでもね、ネ、ね、ネちゃんのうセぎはね、吹きやかされするんですよね、ガチャとかで。今回、しんちゃんのお尻を買ってきました。また今度、開封動画とかね、作るかもしれないですね。そんでね、これがあったババン 衝動仮面ライダー8衝動 X かストロンガーチャージアップはい多分ね今週の東映特撮 YouTube オフィシャルのストロンガーでこのチャージアップになると思うんだ予想はねうんただねこのねストロンガーラインナップはね裏に乗ってないかここしかないかストロンガーストロンガーチャージアップカブトロカブトロ AB か AB ってどういうことだろう2つで1つになるのかなだから人気ないんだ で、ブレードと拡張パーツなんだけど、とにかくね、ストロンガーがないんですよ、両方とも。特に1がなくて。で、今回2だけギリギリあったんだよね、チャージアップだけ。これだけ1個あって、あとはね、もうカブトロを余りまくってて、あとはブレードと拡張パーツがいっぱいあったんだけど、かこれだけあったんですよ。まあ、チャージアップタイプでもよかったんで僕、僕はね、むしろね、こっちの方が欲しかったんだけど、今までいろんなスーパー3、4箇所回ったけどなかったんですよね、この2つは。ブレードはあるんだよね、なぜか。うーん やっとゲットしました。まあ、500円ぐらいしたけどね。500円弱かな。まあ、ドンキなんで多少安いのかなって感じもしたけど、ま、あそんな変わんないかな、ここら辺は。でね、そこのドンキでガチャポンも回しました。これですね。またこれもね、別で動画撮ろうと思ってるんだけど、危険生物大百科っていうガチャポンで、このね、陸亀は狙ったんだけど、サメしか出ない。サメしかっていうかサメが出まして、1回300円でしたね。はい。 そこガチャポンいっぱいあったんだけど、どうもね回したいのがあんまなかったかなっていう。うん、第1個しか回さなかった。でね、そう、他には、あの、最近話題の、話題っていうか話題でもないかな。わかんないけど、まあ最近ね、出てるガチャポンで言うと、あの、ダウンタウンの浜ちゃんのガチャポンがあって、それもあったんだけど、一回サメ券で安かったんだけど、まあ、若干僕の中での外れ枠が一個あって、なんか絵みたいなやつがあるんだけど、なんかそれが出そうな予感がしたからやめましたね。 他のゴリラととか、かかかななんんロボットみたたいなやつ良ったんだけどねあれちょっと待ってね、カバン見てくれ。い、一個足んないんだよね。一個足んないんですよ。買ってないのかなカバンに落ちたのかなあ、やっぱ買ってないんだ。ないもん。あ、ちょっと待って、ないわ。あーじゃあ、カバンにあって、普通にレジ入れ忘れたのかもしれない。 レジに入れ忘れたというか、あの、普通に買い忘れた。うん。やっちまったな。カゴに入れ忘れたってことはないよな。だって店員さんが袋に入れてくれてたし。あ、てことはあれだ。売り場で手に取って、わ、これいいなと思って一回戻して、あ、トーマスじゃんとか思って、トーマスだけ入れて、買うの忘れたのかもしんない。いやー、もう一個ね、なんかちょっと、なんか、アメリカンなね、いい車があったんだけど、ホットウィールの。 それちょっと買い逃しましたね。買うの忘れたかもしんない。ちょっと。まあ、い,いや、でもトーマス2個ゲット。4個、4台売ってたから、4台全部買ってもよかったんだけど、ま、あ買い占めになっちゃうし、まあ、あとはそこまでいいかなと思って買わなかったですね。4台もいいかな。まあ、4台買ってもよかったんだけどね。ま、ああまり買い占めはね、やめようかなっていうのもあって。これはね、1個しかなかった。うん。で、これは全種類揃ってたね。全種類2ボックスぐらいまだあった。 これ、装備なのかなこれ気になるとこなんだよな。まあ、もしね、これ良かったら次この2やつ買ってくるよ。うん、しんちゃんを。白はなんかちっちゃそうなんだよな。まあ、ちっちゃくてもいいんだけど。装備だとね、最近こういうのも出てて、これ大きいやつも出てるんだけど。これもなんかシリーズ続かないね、どうもね。やっぱあんま売れなかったのかななんか売れ残っちゃったのかな 元かかからシリーズ続き出すつもりなかったとかねいや普通に風間くんとか坊ちゃんとかね、まさおくんとかねねちゃんとか出せばいいのになとか思うけどね。まあそんな感じです。はい。ということでね、ドン・キホーテもね、おもちゃあったりするんで、まあ近所にある方は行ってみてください。ということで今回はイザレスこの動画が良かったなと思っていただけた方はね、評価ボタンぜひね、押して,てください。それではまた、バイバーイ。